砂漠や熱帯雨林、無人島からの生還話はよく耳にしますね。これらの物語は人間の生命力の高さを私たちに教えてくれます。しかしそんな中にはさらに驚くような話があったりもするのです。それが大西洋に沈んだ船で3日間閉じ込められた男の話。彼は酸素タンクも電気も通信も食料もなしに生還したのです。事件が起こったのは2013年、大西洋ナイジェリア沖を航行していたタグボートでのことでした。その日の早朝の朝は少し荒れていました。タグボートは石油タンカーを曳航中に巨大な波に襲われたのです。波は船に叩きつけケーブルを引きちぎりました。そして午前4時30分ボートは逆さまに転覆してしまいました。船は甲板が海に沈み船底が海面から覗いているという状態でした。この状態で船は次第にゆっくりと沈んでいったのです。12名いた乗組員は鍵のかかった部屋にいたため中に取り残されてしまいました。部屋が閉じられていたのはその海域を荒らしていた海賊を警戒してのことでした。そして部屋が閉まっていたために彼らは外に出られなかったのです。しかしそのうちの一人、ハリソン・オケネはバスルームにいました。彼は天井に叩きつけられ、その頭上からバスルームの棚の衣類が降り注いできました。彼は動きが取れず混乱した状態でした。他の乗組員の叫び声を聞いた彼は船が沈んでいることに気づき、何とかして立ち上がろうとしました。壁につかまり船室から出ると水位は彼の頭よりも上までやってきていました。ハリソンは深く息を吸い込み、本能と恐怖に駆られながらエンジン室へたどり着きました。そこには小さな空気のポケットができていたのです。エンジン室は密閉されていたために空気が漏れず水が食い止められた状態にありました。ハリソンは自分のいる場所が今のところ一番安全だということに気づきました。しかし彼は水も食料もない状態で冷たく湿った部屋の中にいました。床は水浸し、ハリソンの足は凍え始めました。このまま死ぬだろうと考えながら、しかし彼は部屋の中で炭酸飲料のボトルと懐中電灯を2つつけた救命胴衣を発見しました。この時点で船は深さ30メートルの船底に沈んでいました。これは10階建てのビルほどの深さです。船体が水圧で押しつぶされギリギリという音を立てました。ハリソンは扉の向こうで何かが動く気配を感じていました。それはサメやその他の魚が甲板を泳ぐ物音でした。この時点でハリソンはすでに絶望の中にいました。食料不足や水圧は大した問題ではありませんでした。空気のある空間は非常に狭く、そこにある酸素が限られていることを意味していました。平均的な大人は24時間で10立方メートルの空気を必要とします。ハリソンに残された空気は1日分しかなかったのです。にもかかわらず彼はそのような状態で60時間生き延びました。これは水の性質が影響していました。船にかかっていた水圧が高かったために、まず空気は4分の1の体積にまで圧縮されていました。そしてもう一つはその呼吸でした。人間は息を吸うと酸素を受け取り、息を吐くと二酸化炭素を出します。二酸化炭素は人間にとって有害で、これが空気の 5% を占め始めると危険になります。ハリソンもまた呼吸によってゆっくりと二酸化炭素を増やしていきました。もちろんこの部屋からは出られません。刻一刻と呼吸は難しくなっていきました。しかしここでも運は彼の味方をしたのです。二酸化炭素は水に溶けます。ハリソンは動き回り、水を攪拌して回っていたためにこの効果が高まりました。彼は意図せずして部屋の二酸化炭素の濃度を下げていたのです。しかし危機は去っていません。暗い寒い部屋で彼は低体温症の危機に陥っていました。低体温症とは体温が35度を下回ると起こる症状です。体の機能が低下し意識が朦朧とし、周囲の状況がわからなくなってしまいます。さらには記憶障害や死ぬまで縮こまるという行動が起こります。この状態にある人は密閉された部屋であろうともさらに狭い場所を求めて隠れてしまうのです。冷たい床を素手で掘ろうとしながら凍え、ものの2時間で意識を失ってしまうのです。ハリソンの部屋もまた海底のいてつく水で満たされていました。彼が床の上で数時間でも過ごしていたのなら助かりはしなかったでしょう。彼はマットレスを使い高い位置に足場を作り、
その上で水の寒さから身を守っていたのです。しかし彼の中の恐怖と絶望は時間とともに膨らんでいきました。彼が外に出られなかった理由はいくつかありました。一つには日の光が届かない海底にいたため、ハリソンは周りが見えなかったのです。飲料の瓶はほぼ空、ライトも消えてしまいました。彼は完全なる暗闇の中にいたのです。しかし彼はあと少しで救われるところまで来ていました。レスキュー隊が捜索する中、彼が考えていたのは家族と人生について。そんな彼の前に船体の穴を通して光が差し込んできました。レスキュー隊のダイバーたちが海底を調べにやってきたのです。彼の生還の唯一のチャンスでした。彼は部屋から抜け出し、ダイバーたちの元へと泳ぎました。ダイバーのライトが消えました。ハリソンは見えない中ダイバーたちを探しましたが、彼らは甲板の反対側へと向かっていきました。息が持たなかったハリソンは一度引き返しました。肺の空気が空になり、彼は元の部屋へ窒息しかけながらたどり着きました。とにかく希望を捨ててはいけません。それが彼に残された唯一の方法でした。息をついた彼は再び肺に酸素を取り込み、もう一度水に潜りました。部屋を出た彼はダイバーに気づき、精一杯彼らの方へと泳いでいきました。相手はハリソンに気づいていません。そこで彼は後ろから首を叩き、手をギュッと握りました。驚いたダイバーでしたが、目の前にいるのが生存者と気づきました。ハリソンは彼のいた部屋へとダイバーたちを連れて行きました。インターネットにアップされたダイバーのカメラの録画映像では、この時の彼の様子を見ることができます。レスキュー隊は彼に酸素マスクを手渡しました。まさか生存者がいるとは思われていなかったのです。水圧が高かったため、ハリソンはすぐに浮上するわけにはいきませんでした。海底で60時間過ごした彼は、水圧をゆっくり変えて健康被害を防ぐ必要があったのです。そのためダイバーたちは彼を減圧室に入れ、ゆっくりと気圧を下げていきました。そしてハリソンは外へ出て星空を見ることができたのです。丸一日海底にいただけと思い込んでいた彼は、60時間もそこにいたと知ると驚きました。また他の乗組員たちは彼のことを忘れて船から逃げ出したのだとばかり思っていたようです。それから年月が経った今でも、ハリソンはあの部屋の悪夢を見るのだと言います。夜中に飛び起きて、妻に自分たちは今海にいて、ベッドが沈んでいるのだというのでした。太陽は平均的な大きさの恒星です。それでもその中には地球が130万個収まり、質量は地球の33万3000倍です。NASA は惑星の大気を音声に変える仕組みを開発しています。すると海王星はまるで地球の深海にいるかのような音がすることが分かりました。木星はまるで水中、土星はホラー映画の BGM、 そして地球はビバップジャズのような音に聞こえます。最後のは冗談。太陽の表面は灼熱ですが、地球の雷はその5倍の温度を持ちます。その雷が地球には毎日800万回落ちており、年間の数は30億回になります。皆さんが将来月へ行った時に足跡を見つけたとしても、そこに別の誰かがいるとは限りません。タイタニック号沈没にまつわる説がどれだけ存在するかご存知ですか？山ほどです。今日は予定の私独自の説も含め、いろいろとご紹介していきますね。どの説に最も信憑性があるか皆さんも考えてみてください。丸ごと説。一つ目の事故の説は丸ごと説です。これは基本的には船は壊れることなく丸ごと海に沈んだとする単純な説。午前2時15分、船が氷山に激突。午前2時18分、船上の光が消えます。船は45度に傾き、すぐに海の奥底へと沈み始めます。午前2時20分、ここからわずか3分後、タイタニック号は完全に海面下へと。その金星は昔約9メートルから304メートル深い海で覆われていた可能性が高いんです。また惑星の土の中にも水が残っていました。その上、金星の気温は20度から50度と安定しており、現在の地球の気温とさほど変わらない快適な気温だったのです。つまり7億年前に取り返しのつかないことが起こるまでの30億年間は金星は居住可能だったということ。しかし残念ながら現在はそうではありません。
月は空で2番目に明るいですが、同時に他の天体の中で最も暗く、反射が最も少ない天体の一つでもあるんです。私たちの衛星は地球にとても近いため明るく見えますよね。一方、私たちの住む地球は宇宙から見るともっと明るく見えるんです。これは雲や氷、雪が他の岩石よりもはるかに多くの光を反射しているから。海王星の衛星トリトンは表面全体が何層もの氷で覆われています。この衛星が私たちの現在の月にとって変わった場合、夜空は7倍明るくなります。中性子星は宇宙で最も小さく最も重たい物体の一つ。それらは通常直径約 19km ですが、太陽より数倍重たいのです。また1秒間に約600回回転します。これは平均的なフィギュアスケーターよりもはるかに速いことになります。土星は太陽系で最も密度が低い惑星なんですよ。地球の平均密度の8分の1なんです。それでも体積が大きいので、土星は地球の95倍の質量があることになります。月面で起きている現象の中で最も謎に包まれているのが一時的月面現象。これは衛星表面の光、色、その他の変化が短時間で起こることを言います。一般的には不規則な光の点滅なんです。この現象は1950年代から天文学者によって観測されてきました。その結果、その点滅はランダムに起こることが判明。時には1週間に数回起こることもあります。その後数ヶ月間消滅します。中には2分から3分しか続かないものも。しかし過去には何時間も続くものもあったそうです。1969年アポロ11号が月面に着陸する前日のこと。月面の一部が周囲の風景よりも明るく照らされていることにミッション参加者の一人が気づきました。まるで蛍光灯のような光を放っていたのです。残念ながらこの現象が月の閃光と関係があるのかどうかは未だに判明していません。ゴミは地球の海、都市、森林だけの問題ではありません。スペースジャンクと呼ばれるものがあり、これは宇宙に残されて現在は目的を果たしていない人工物。また流星物質や他の宇宙物体からの自然の破片もあります。現在地球を周回するスペースデブリは50万個以上あり、宇宙船や人工衛星に衝突すると大きな被害が出るほどの速度で周回しているんです。 NASA は地球外のミッションが安全に目的地に到達できるよう、一つ一つの天体の追跡に全力を尽くしています。私たちの太陽はとても巨大ですよね。その証拠に太陽系の全質量の 99.86% は太陽の質量で、特に水素とヘリウムから成り立っています。残りの 0.14% は太陽系にある8つの惑星の質量なんです。太陽の大気は星の表面よりも高温です。表面温度は5537度まで達しますが、上層大気は数百万度まで熱くなるんです。もし誰かが惑星の中心から反対側にまっすぐトンネルを掘ることができたとしたら、我々がそこからジャンプして反対側の端に落ちるのには42分かかります。落下するにつれてスピードが上がり、地球の核に到達する頃には最高速度に達します。途中からは上へ上へと落ちていき、だんだんスピードが落ちていくことになるんです。そして反対側の地表に到達する頃にはスピードはゼロに戻ります。穴から抜け出さない限り、またすぐに地球の反対側へ落ちていくことになるんです。この旅は重力の奇妙な効果のおかげで永遠に続くことになるでしょう。午後のひとときを過ごすには楽しい方法かもしれませんね。月のクレーターにはこれまで天文学者が考えていたよりも多くの金属、例えばチタンや鉄が含まれている可能性があります。この発見の最大の問題点、それは月がどのように形成されたかについての主な理論と矛盾していること。その説では、地球の衛星は巨大な宇宙天体と衝突した後、地球から切り離されたとされていますよね。しかしそれならなぜ金属に乏しい地球の近くには月よりもはるかに少ない酸化鉄しかないのでしょうか。それは月が地球の最も深いところにある物質から形成されたからかもしれないのです。
あるいは溶融した月表面がゆっくりと冷えていく過程でこれらの金属が出現したのかもしれません。もしくは何世紀も前から言われているように月がグリーンチーズでできているのかもしれませんよね。地球は青と緑に変わる前に紫だった可能性があります。ある科学者の説によると、植物を緑色にする葉緑素が地球上で進化する前に古代の微生物の中にある物質が存在していたという理論を持ちます。この物質が太陽光を赤や紫に反射し、それが組み合わさって紫色になるんです。もしそれが本当なら、若い地球には緑色の生物が現れる前に紫色をした奇妙な生物がたくさんいたのかもしれませんよね。太陽系で最も高い山は火星のオリンポス山。その高さは海抜が地球で一番高いエベレスト山の3倍もあります。もしあなたがオリンポスモンズの頂上に立ったとしても、山の上に立っていることはわからないでしょう。地球の極立によって山の斜面が隠れてしまうからです。天文学者は宇宙に大量の水が溜まっていることを発見。これはこれまで発見された中で最大規模のもので、我々から120億光年の距離のところにあります。この水蒸気雲には地球上のすべての海を合わせた量の140兆倍もの水が含まれているそうです。その情報をもとに私たちはどうすればいいのでしょうか。金星はのんびりとしたペースで自転していますよね。一周するのに243日かかります。そして太陽の周りを一周するのにかかる日数は地球時間で225日弱。つまり金星の1日は1年よりも長いのです。月の内部ではほとんど地震が起きていません。しかし地球の重力によって引き起こされる小さな月震が地表から数マイル下で起こることがあるのです。その後衛星の表面に小さな亀裂や割れ目ができて、そこからガスが抜けていきます。そういえば私のところにも時々ガスが流れてくるんですよね。って冗談です。火星は最後の地球型惑星で、岩や金属でできているため地球によく似ています。赤い惑星は鉄、ニッケル、硫黄を主成分とする核を持ちます。その幅は1448から1931キロメートル。中心は動かないため惑星全体に磁場がないのです。火星の磁場は弱く、なんと地球の100分の 1% に過ぎません。太陽系の惑星が誕生したばかりの頃、地球には長い間月がありませんでした。地球の衛星が誕生するまでには1億年もの歳月を要したのです。月が誕生した経緯にはいくつかの説がありますが、有力なのは核分裂理論。このある物体が地球に衝突して粒子が飛び散り、その粒子を重力で引き寄せることで月ができたと考えられています。そして最終的には地球の黄道面に落ち着き、月が公転する道となったのです。というわけでグリーンチーズはもう食べられないようですね。